ワスプ級教習揚陸艦は、アメリカ海軍の教習揚陸艦の艦級。先行するタラワ級の拡大強化型として、1984年度から1996年度計画で7隻が建造された。その後、2002年度計画でさらに1隻が追加されたが、こちらは大規模な設計変更がなされており、続くアメリカ級のベースになった。 ヘリコプターの発達を受けて、アメリカ海兵隊では、水陸両用作戦でのヘリボーン戦術の有用性に着目し、海軍もその洋上拠点となるヘリ空母についての検討に着手した。実験的に護衛空母、セティス米を改装した後、まず1958年度よりヘリコプター揚陸艦として、伊ジ島級7隻が建造された。またこれと並行して、 ヘリコプターの運用能力は妥協しつつ、上陸用修艇の運用能力を強化したドック型輸送揚陸艦の計画も進められ、1959年度よりローリー級の建造が開始された。当初の構想では、LPH は修艇の運用能力を持たず、LPH と LPD と揚陸輸送艦と貨物揚陸艦のように保管させあって運用することになっていた。 しかしその後、艦隊としての重装備の揚陸能力の不足が懸念されたことから LPH と LPD を統合し、全通飛行艦班によるヘリコプターの運用能力とウェルドックによる上陸用集艇の運用能力を兼ね備えた新しい艦種が構想された。これが、タラは急遽収揚陸艦であり、1969年度から建造が開始された。 ただし当初は9隻が建造される予定だったものの、建造費の高騰に伴って、後半4隻の計画は撤回された。海軍では、1970年代末より、従来の老朽の後継となるクック -1 級エア、クッション型用陸艇を開発していたが、これが配備されると、タラワ級では適合性に問題があることが判明した。このことから、 イオージ島級の後継艦としては、タラワ級をもとに、クック -1 級に対応した発展型が建造されることになった。ラの追加建造であると思われないよう、新しい船体分類記号が求められたことから、ウェルドックの設計が主要な改定点となることに着目して、こちらは LHD と称されるようになった。百七十九年五月には、計画文書が作成され、 1981年6月には要求性能に関する定義が策定された。そして1984年度より建造が開始された。これが本級である。タラワ級では上部が空母形式で後半部に格納庫とルドックを設け、前半部には上陸部隊の居住区画、車両、装備品の搭載区画などが設けられていた。この基本的な設計は 本級でも踏襲されたが、高換性の観点から、戦闘指揮所などの指揮、統制区画を環境構造物からギャラリーデッキに移すなど、艦内配置は一部で改正された。また、CBR 対策など防御面は全体に強化されている。その他にも、艦首にバルバスバウを付し、ビルジキールの面積を増大するなどの設計変更が行われた。上部構造物、 船体は1500個以上の区画に分割されている。CIC などの移設に伴い、上部構造物は2層分低くなった。また5番艦からは、環境周囲の並走配置が変更され、全省が三脚構造になった。なお本級では、航空運用機能をさらに強化するため、スキージャンプを設置することも検討されたものの、スキージャンプ部分でヘリコプターが発着できなくなって、 同時発着数が減少することが問題視され、艦型が大きく十分な滑走距離を確保できることも、開案して、結局は採用されなかった。またアングルドデッキの導入も検討されたものの、空母としての印象が強くなってしまうことを警戒して、こちらも棄却された。期間は、最終8番艦を除いて、タラは級と、同構成となっている。ギアードタービン方式で、ボイラー2缶。 蒸気タービン2機により2段減速機を介して2軸のスクリュープロペラを駆動する。蒸気正常は圧力 600LBF インに温度化し900度とされた。5番艦以降ではこれらの蒸気タービンに変えてゼネラルエレクトリック LM2500 ガスタービンエンジン4機に変更することも検討されたがこれは実現しなかった。電源としては 出力2 0 0 0ットのターボ発電機5機、2 0 0 0ットのディーゼル発電機2機を搭載した。これに対し、計画年度が開いた最終8番艦、マキンアイランドでは、式構成をカットラグに変更している。これは、低速時には補助電動機、高速時には LM2500 がスタービンエンジンによって推進機を駆動する方式であり、これにより、 同艦はアメリカ海軍で初めてガスタービン式を備えた全通艦パン艦となった。同艦の運用実績においては全航行時間の70から75%が APS での推進であり、この結果、上気タービン推進の1から7番艦では3万5千から4万ガロン、日の燃料を消費するのに対し、同艦では1万5千ガロン程度に抑えられており、この結果、 退役までに多貫と比して2億5000万ドル以上の節約になると推定されている。エセックスの飛行艦班、ワスプ艦上に展開したメガボルト -22 と、回 -35B 全2飛行艦班は249.636.0メートルを確保した。寸法としては、タラワ級とほぼ同様だが、タラワ級では艦砲を装備するために切り欠きを設けていたのに対し、 本級ではこれを省き、ほぼ障害物のない完全な区形に近くなったことで、CH-53E ヘリコプター9機を同時に発着させることができるようになった。また、HY100 力項を導入して、強度も向上させている。飛行艦板レイアウトの改定の一環として、航空機用のエレベーターは2機とも減速装備となった。大きさは15.23.7メートル。 力量34トンとされた。またこの他に弾薬などの物資用エレベーター6機が設けられており、それぞれ力量5.4トン、合計で7.63.6メートル台である。ギャラリーデッキを挟んで下方に格納庫を設けているのは、タラワ級と同様だが、その床面積は約1922.9平方メートルに拡張されており、幅25.9メートル、 高さは6.4メートルとされる。標準的な搭載機は、メガボルト2十二0機、CH-53E、e、K4 機、R-1W、Z4 機、UH-1N、Y3 機、AV-8B6 機とされている。ヘリコプターの最大搭載数は、パラワ級と大差なく、すべて CH-46、中型ヘリコプターとした場合は、 タラワ級では43機であったのに対し、本級は42機とされた。一方でストブル運用への対応は大幅に強化されたが、これは正解艦としての運用を想定したものでもあった。AV-8B を目一杯詰め込めば28機を搭載できるが、正解艦として行動する場合には、AV-8B 攻撃機20機と、 SH-60 ビリランプスヘリコプター4から6機を搭載することが想定されている。この場合、上陸部隊用の機材スペースに弾薬が、追加の車両や予備部品は、車両甲板に搭載されることになり、構成変更は15から30日で完了できる。2003年のイラク戦争では、バターン、ボノムリシャールが、それぞれ22機及び24機の AV-8、8 B を搭載して、ハリアー空母として活動し、空母としての有用性を認めさせたと評されている。一方、航空燃料の搭載量は、パラワ級と大差なく、1232トンとされたが、これでは AV-8B を運用する場合、2日以上の作戦行動は困難と見積もられた。その後、5番艦以降では1960トンに増強されている。その後、 2010年代に入ると AV-8B の後継として、回 -35B の配備が開始された。海兵隊では2022年頃から AV-8B の退役を開始し、2025年度までに運用を終了する予定としている。これに合わせて、本級でも回 -35B の運用に対応して飛行艦板の強化や耐熱塗料の改善などの 回収を順次に実施していくものと見られており、2016年10月にはエセックスが回収を完了した。キアサージから発信するクック蒸気の経緯により、本級ではパラワ級と比して、ウェルドックの設計は大きく改定された。長さ98.1幅15.2メートル、高さ8.5メートルと、やや狭くなる代わりに、長さを増しており、 また中心部の仕切り板を廃止することで、クック -1 級アクション型用陸艇3隻を収容できるようになった。また、完備門扉も、タラワ級では上下に分割して開く形式だったが、本級では LPD や LSD と同様の一枚扉になった。なお、在来式の上陸用集艇の場合、老ュなら2隻、LCM なら6隻、 LCM なら12隻を収容できる。ドックに、超水するためのバラスト水は1万5五千トンを搭載する。一方、上陸部隊の収容能力は若干低下し、計画値としては、タラワ級では1903名とされていたものが、本級では1810名となった。その装備を収容するためのスペースも減少しており、車両甲板は14200平方フィートとなった。 標準的な搭載車両は、M1A1 戦車5両、ラブ -25 不評戦闘車25両、M198、M777155mm 榴弾砲8門、M939、海 MTV、MTVR 各種トラック68両、平坦車両10両及び、支援車両若干とされる。なお本級は、医療設備として、病床60床、 手術室4室を備えている。また、医療区画に隣接した海兵隊居住区を一般病床として転用した場合、さらに200床を確保することができる。ワスプ搭載のファランクス CIWS、タラワ級では、対地火力支援も想定した艦砲が搭載されていたのに対し、本級では当初から股間防空を重視した構成となっており、 シースパローコ艦防空ミサイルの八連装発射機とファランクス二0マシュダブデュースが搭載された。また5番艦からはラムキ近接防空ミサイルの二十一連装発射機二機を搭載し他の艦にも後日装備されたが、この際にファランクス一機が撤去された。また近距離の対水上用として七十五口径二十五ミリメートル単装機関砲や十二点七ミリメートル単装機銃も 搭載されている。戦術情報処理装置としては、アッコズブロック例を基本として、7番艦では、ブロック1とした。また全艦が、SSDS を装備しており、特に1.78番艦では、SSDS マーク2を備えている。上陸部隊のためにマタックス及びアフォトズを備えている。指揮統制区画には、市民都室、機関用司令部作戦室、上陸部隊指揮所、 統合情報センター、支援火力調整センター、戦術兵隊軍、ヘリコプター兵隊群、航空統制センター、ヘリコプター指揮センター、そしてヘリコプター調整室が設けられている。全艦がインガルス像船所で建造された。ありがとうございます。